World Cup 98 France. Road to win. Japan, Scotland, サッカーを愛する皆さん、こんにちは。久しぶりに皆さんとお会いすることができました。金子克彦でございます。今回はナビゲート役としてワールドカップをお伝えしてまいります。いい天気になりました。今日は世界晴れです。今日は日本対スコットランドフレンドリーマッチの模様をお送りいたします。親善といえども真剣勝負、気を抜くとやられてしまいますね。さて現地には金田信俊さん、木村和志さん、元日産コンビがいらっしゃいます。実況担当は小谷大輔さんです。小谷さん、それではお渡しします。よろしくお願いします。はい、小谷です。それではキックオフです。ホイッスルが鳴り、前半の45分が開始されました。このカードは日本対スコットランド。この試合実況は辛口の私、小谷大輔です。解説は金田信俊さん、木村和志さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本、このパスをカットできない、なんと防げるか。森島、中山、キーパーの真正面に飛んでしまった。前半10分、カウンターのチャンスか。両チームとも得点がありません。ピンポイントで合わ、どうだ。スコットランド、信じられないことが起こりました。ボールをしっかり見ていないからこうなるんですね。リプレイが出ました。交代させられるかもしれませんね。どういう取られ方をしても1点は1点。
それがサッカーですよ。キックオフで試合、大きく蹴り出してきました。切り替えた方がいいと思います。入ってしまった、ゴール。もう一度見てみましょう。相手の個人技にやられました。圧倒的なテクニックを見せつけられましたね。日本、鈴木、平野、ちょっとプレーが荒いですね。彼をフリーにするとちょっと危険。日本キーパー大ピンチ。中田、前半戦も中盤に差し掛かってきました。23分、中田クロスが入るとピンチ、折り返した、ピッ、防げる、ゴールです。入ってしまいました。リプレイが出ました。日本リードをひっくり返されてしまいました。途中からシステムが狂ってしまったんでしょうかね。とにかく追いつかなければ話。鈴木、これはゴールキックに変わります。ゴールキックです。中、鈴木、服部、日本、ここは急がずゆっくりとボールを回しています。長いボール、落ち着いて処理したい。中山、日本、この試合最初のコーナーキックでチャンスとなりました。高い選手に合わせてヘディングを狙いたいですね。これはオフサイド。これで抜ければ大きなチャンスにつながったんですが、ちょっと攻め急ぎましたね。キーパー平野、森島、森島、出しどころを伺っている。大きく前へフィードしてきた。日本、ここからどう守るのか。一瞬空いてしまったんで。中村忠、大きくクリア。日本、右サイド、中村、なんとかクロスは阻止したい。大きく縦にフィード、今度は左を使っていく。サイドを使えると攻撃のバリエーションが増えますよね。ここで前半終了。日本、今日はあまり調子が良くないようですね。いかがでしょう。早くディフェンスの体制を整えたいですね。後半戦開始のホイッスルが鳴りました。森島、大きく前へフィードしてきた。ゴール！リプレイが出ました。これはキーパー痛いミスです。マークは完全にずれていましたね。キックオフで試合再開。鈴木、中村、平野、中盤でボールをしっかりキープしています。日本、
必死に2点を取り返そうとしています。この辺でベンチは何か手を打ちたいですね。ピンチ、中山、さてここからどう出るか。日本2ゴールのビハインド、早いうちになんとか1点挽回したい。失点でビビっていたらゴールなんて奪えないですね。防げるか、なんとキーパーピンチ、なんと平野、これはキーパー真正面。右サイドを破られている。ここを潰せば一気にチャンスなんですけどね。日本選手が交代します。服部、このボールはゴールラインを割りました。森島と中山、ゴール中山、うまい。もう一度見てみましょう。日本徐々に攻撃の歯車が噛み合ってきました。やっとチームとしてのまとまりが出てきた感じがしますね。さあキックオフ、落ち着いていきたいところ。もっと動いてチェックしたいですね。森島、左サイド、中尾、通るか。これはいいクロスですね。スコットランド、大きくクリアしてきた。中山、岡野、落ち着いていきたいところ。森島、倒されましたがプレー続行です。今のはアドバンテージを取りましたね。日本ここでカットできればチャンスなんですが、ここは踏ん張りたい。岡野、チャンスだ、チャンス、やりゃできるじゃろうが。リプレイが出ました。チャンスを確実にものにしました。ゴール前でキープできる選手は強いですね。キックオフで再び大きく蹴り出してきました。中山、どうだ、中山だ、ゴンゴー、日本と逆転ゴールを奪いました。ゴールへのすごい執着心でしたね。もう一度見てみましょう。未だに信じられません。だからサッカーというスポーツは面白いんです。これがあるから面白いんです。さあキックオフです。森島、ここでカットできればチャンスになるんですが、タッチへ蹴り出しました。
スローインになります。ここでホイッスル、試合終了です。激しい点の取り合いの末、日本代表僅差ながら勝利をつかみました。それでは失礼します。さすがに強いですね日本。見事このフレンドリーマッチに勝利しています。親善試合とはいえ、やはり勝負型は勝たなくては面白くないですからね。ナビゲーターは金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう、さようなら。